津谷崎駅は、かつて、福岡県福津市津谷崎に存在した、西日本鉄道宮地学線の駅。宮地学線の延伸により、同線の終着駅となり、同線の区間廃止に伴い、廃駅となった。ホーム、電車延長記念の、関島式ホーム一面二線を有する地上駅、有人駅であった。標高3.9メートルに位置。夜間は一番線に一本。 二番線に二本、合わせて三本の列車が夜間退泊していた。1980年代に線路終端側に新たに道路が整備され、その用地提供のため駅が移動された。駅舎と分岐器を貝塚方へ移動、旧ホーム中ほどの一部は再利用され、貝塚方が新規に延長された。右写真の奥側でホームが切り、剥がれている。この時作られた道路は、 福岡県道26号の一部となり、1993年に国道495号に昇格している。車止めに向かって左側に駅舎があった。電車延長記念の石碑が駅の脇に建てられたが、現在は線路、駅舎、ホームがすべて撤去され、石碑だけが残っている。駅の敷地は2014年に全18区画の分譲住宅地となっている。 1>, 1日の平均乗車及び乗降人員は、下表の通り、旧津谷崎町の中心部にあたる、駅の東端の前を国道495号が通っている。ありがとうございます。